皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大俳優の各賢人が主演する日曜ドラマ日本のワール刑事ワ Y の判断日本テレビ系の第9話が8日放送される。 主人公を含めた刑事全員が容疑者という異色のアンストッパブルミステリードラマ。また、脇を固める豪華俳優陣にも注目が集まる話題作である。ドラマのヒロインを演じるのは女優、広末良子。広末は物語冒頭に遺体で発見されるという異例仕立てだ。広末 1994年に P&G クレアラシルの CM でデビューを果たすと96年に NTT ドコモ・ポケットベルの CM に出演。これをきっかけに一躍有名となった95年放送のドラマハートに S フジテレビ系で女優デビューし96年9月には 初写真集の H と R ともに集英社を2冊同時発売し、ベストセラーに。さらに97年歌手、竹内マリアプロデュース、マジで恋する5秒前で歌手デビュー。同年末の NHK 紅白歌合戦に初出場の経験を持つ。そして、女優としての才能も開花したヒロス これまでに数々の名だたる賞を受賞。スターへの階段へと登り詰めたのだ。99年4月、広瀬は早稲田大学教育学部に入学。人気女優の進学にマスコミやファンが同大学に殺到し、大混乱を招いた。そんな状況からか。 広末は3ヶ月間不登校だったために批判が相次いだ。そんな広末だが、人気絶頂の20代へ突入すると、数々の気候が報じられている。2001年5月、主演映画、わさびの制作発表会見に出席した広末は、突如号泣。全く脈絡のない会場を騒然とさせた。 さらに九十三日後に予定していた新作 CM の公開取材をドタキャンし、さらには翌日、大勢のスタッフたちを待機させた挙句、CM の撮影自体を放棄したのだ。そして一年七月、ドラマ、できちゃった結婚、フジテレビ系の主演を演じた広末は、当時の交際相手で、俳優、 金子県と東京、西麻布のクラブで朝まで遊び明かした後、そのまま同ドラマのロケ地である千葉、白浜町、現、南房総島でタクシーで直行したことがフライデー、講談社に報じられたのだ。あろうことか4万円分も無賃乗車をしたというから、開いた口が塞がらない。また、 同月発売のフォーカス新調舎でも現場への日常的なリハーサル中に共演者を待たせた上に携帯電話で遊び仲間とひたすら通話するなどの非常識な行動が報じられた。一連の報道により、広末イコールプッツン女優のイメージが定着してしまいました。さらに旧これらの機構から、 薬物摂取も疑われ、次第に広末のオファーは減少していくのです。中学生から芸能界に入り一気に人気者となった広末は、この世に敵なしといった感覚に陥ったのでしょうね。芸能関係者その後、広末は3年12月に、モデルの岡沢貴弘と結婚と妊娠を発表。 前出ドラマのタイトル通り、できちゃった結婚の末、4年4月に長男を出産したのだが、8年3月に離婚に至った。する、今度は10年にキャンドルアーティストのキャンディ・ジューンとできちゃった再婚。11年3月に次男、15年7月に長女を出産。3児の母親として、 仕事と両立する気持ったまかあちゃんに変貌を遂げた。17年10月放送の今夜比べてみました。日本テレビ経営に出演した広末は20代を振り人生に行き詰まりを感じたことを告白。仕事を辞める決意をした広末は誰かを傷つけたり誰かに 嫌な思いをさせたりしないで仕事がなくなる方法として、37キロから52キロになったと明かし、大きな話題となった。デビュー当時はポケベルの子と呼ばれ、やがて一時代を築き上げた広末。これらの黒歴史が女優としての地位を確立した今の広末が存在するのではないか。